こうした中、石巻市では低温の影響で伝統野菜、河北セリの生育に遅れが出ています。石巻市河北地区ではおよそ20軒の生産者が河北セリを栽培しています。寒さの厳しい冬場の旬の味覚として食卓を彩るセリですが、寒すぎるのは良くないようです。やっぱり寒いと気持ちが出てくるよね。河北セリは長いのを売りにしてるもんだから、ある程度伸びがないとなんかいいセリだって言われないんだよね。水の中にどっぷりと浸かっているセリですが、日中も氷点下のまま気温が上がらない場合、葉の部分の生育が遅くなります。また氷点下の中収穫すると刈り取ったセリが凍ってしまったり、黒く変色したりして商品になりません。そのため寒さが厳しい日は収穫を控えたり、気温が上がるのを待って収穫したりするため収穫量は減ってしまいます。日中マイナスだとやっぱセリも凍っちゃうんで、それ収穫できないっていうのが2日ぐらいありましたかね。 JA 石巻によりますと、河北セリの出荷量は先月下旬以降例年に比べ3割ほど減っているということです。終わるまで気抜けないっていうか、それなりの この気候差を合わせて対策していかないと収穫できない場合もあるんで、やはり天気予報はいつでも聞いてますね。